当たり前。どうもこんにちは、弁当です。今日はですね、効率のいい勉強の仕方ということでお話をしていきたいと思います。よくあるお悩みとして、5割から8割いけますかとかね、6割から8割いけますかっていう風なお悩みが結構来るんですけれども、他の YouTuber の言うこと絶対一つです。甘えんじゃねえ、この一点張りです。何も建設的なアドバイスをする人はいません。そこをこういう風にやれば効率いいよっていうことをね、紹介していきます。でその前に、そもそも5割から7割いけますかとか、4割から7割いけますかっていう質問なんですけど、結論から言います。いけます、絶対いけます。やり方次第です。で、今の勉強時間を保っていただければ基本的にいけるので、1日2時間3時間ですっていう人はもうちょっとやほしいです。なんですけど、 5、6時間以上の人は今の勉強時間をキープしてください。今8時間やってる人は8時間、今10時間やってる人は10時間でキープしていただければ基本的にはいけます。ただ、さっきも言ったように5時間未満の人は5時間ね、やるようにしてください。はい。で、まず一つ目なんですけど、物理、化学、数学ね、理系科目のその問題解く系の科目については、大学ノートの行にね、埋めながらやるんじゃなくて、そのマス目とか無視してほしいんですよ。なので白紙にやってください。白紙に。で、これ一応根拠があります。マス目に行に埋めるっていうので、脳のエネルギーがちょっと 2% くらいそっちに持ってかれちゃうんですね。そうするとどうしてもその次の発想が出てこないとか、問題自体を覚えられないっていうことにつながるんですよ。で、それから人間っていう風なのは脳の機能として同時処理と軽時処理っていう風なのがあります。同時処理は空間的にバットを一気に見てやるっていう機能ですね。で、軽時処理っていう風なのは順番にやっていく。歴史とか現代文とか、それこそ数学の模範解答をちまちま移すと軽時処理になります。ただそうではなくて、実際に数学のイメージとか物理のイメージ、化学のイメージがつかめていけば、まあ僕イメージ本質ってよく言ってるんですけれども、イメージがつかめておけば同時処理ができるんですね。で、その同時処理を促すために白紙にやってほしいんです。で、白紙だったらどこから書いてもいいじゃないですか。だから軽時的に上から順番に運動方程式よりとか、二次方程式の解の判別式はほにゃ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 とかってやらなくてもいいわけじゃないですか。で、そういうやり方してほしいんですね。要するに白紙にやってください。なので進数条件よりとかも書かなくていい。範囲だけ書けばいいです。二次方程式の判別式を D とするととか書かなくていいです。時間もったいないんで。なんでとにかく白紙にやってください。で、答え出ればそれでいいです。なんで記述とかもうすっ飛ばしてください。答え出ればいいです。答えが出て、それをなおかつ解説できれば自分で、それで完璧です。いいですか。で、というのがアウトプット効率の上げ方ですね。で、次インプット効率の上げ方なんですけれども、科学とか地理とか参考書を読むと思うんですけど、参考書をノートにまとめるのはやめましょう。で、これはノートにまとめるのがいけないっていうふうに言ってるわけじゃなくて、自分の脳みそのギアと照らし合わせてください。要するに自分の今のやる気とかモチベーションとか集中力がめちゃくちゃあるんだったら、それ読んだ方が早いじゃん。読んで頭の中にパン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 って入ってくるくらいの集中力が今あるんだったら読んだ方がいいです。で、かつめちゃくちゃ集中力がない、めちゃくちゃもうやる気もないっていう状態の時は書いた方がいいです。なのでこれはもう状況に合わせてください。自転車のギアでさ、なんか遅い時1、ね、ちょっと速くなったら2、次3、4、5、6ってやるじゃないですか。ああいうギアを変えるっていう感じで、自分の集中力がない時は書く、自分の集中力が乗ってきたら書かない、読むだけで、読むだけなんですけども、その参考書にペンで書き込んでください。参考書とか単語帳は汚せば汚すほどいいので、めちゃくちゃ汚しまくってください。大丈夫でしょうか。で、家で勉強してる人のおすすめの方法なんですけど、図書館で勉強すればさ、勉強量が確保できるじゃないですか。とか塾の自習室とかね、学校とかで勉強したら勉強時間は確保されるんですよ。なんですけど、実際家で勉強するときって勉強時間ちょっと減っちゃうと思うんですよね。で、そのちょっと減っちゃった勉強時間を質で穴埋めする方法があります。もちろん勉強時間を確保してほしいんですけど、より現実的な方法として、参考書を読むときにつぶやき読みをしてください。つぶやき読みというのは、日本語があんまりまだ得意じゃない外国人を集めてきて、じゃあ果たしてこれ文章を黙読した方がいいのか、音読した方がいいのか、それともその中間ぐらいでボソボソ喋るっていうつぶやき読みをした方がいいのかっていう、この3条件で実験をしました。そうすると音読が一番最低でした。音読はね、音読をするっていうその筋肉の動きとかね、口の動きとか、そういうところにもう認知資源が、まあ脳のエネルギーがめっちゃ奪われちゃうんで、もう読解どころじゃなかったんですよ。で、黙読は黙読であんまり入らなかったんですよ。逆につぶやき読みですね、ボソボソ読みながら読むっていうのが一番効果的だったんですね。なのでボソボソ読みながら読んでください。で、熟語とか覚えたいところにグリ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 ってやってください。で、後からこういうなんか白紙の紙にね、白紙の紙にマインドマップを作ってください。一応参考ずつこんな感じで、はい。マインドマップっていう風に言って、例えばこれに関連してるワードはこれとか、でこれっていう風に言われたら、あ、これに関する解法はこういう問題とかこういう問題とかこういう問題があるなっていう風にマインドマップを作っていてください。で、そうするとインプット効率はめちゃくちゃ上がります。はい。で、あと基本をいい加減にしないっていうことですね。で、これ結構大事なんですけど、2秒で出てきてほしい基本が15秒で出てきたとしても、その人って基本できてるって言っちゃうんですよ。で、それはでも基本ができてることにはならないです。なのでそこをどうするかというと、例えばじゃあ物理の等加速度運動ができませんっ
ていうんだったら透過速度運動の動画を YouTube の動画をもう前から見てください。2倍速で。で、その時はノート取らなくてもいいし、覚えながら見ようとする必要もありません。なんとなく頭入れてってください。もちろん集中して見てほしくはあるんですけれども、その時それも集中力、やる気の、自分との相談ですね。やる気がある時はもうしっかり見て、そのノートに青ペンで書き殴りながら見てください。で、逆にもう全然今日はやる気ないなっていう時だったら、ぼーっと見てください。で、見とけばそのうち2倍速で聞くでしょ。そしたらもう耳も2倍速で聞くんやったら、ちょっと脳を起こさんって感じ、起きて起きて起きてっていう風に起こしながらこれ見てくれます。なんで2倍速で見てください、前からね。で、その時にこれ基本だから飛ばそうじゃなくて、基本なんだけれども飛ばさずに見てください。で、基本をちゃんと復習するつもりで。で、これレスコーラワグナー理論っていう風に言うんですけれども、一回覚えちゃったものってなんかね、覚えんでいいやって思っちゃうんですよ。なんでその自分の本能を打ち破ってでも2回目見たものを覚えながら見てください。で、自分だったらどう説明するだろうなとかっていうのも考えながらね、見てもらうといいと思います。という感じで、アウトプット効率の上げ方、インプット効率の上げ方でした。で、インプットの効率の上げ方という面では、参考書と YouTube に関してちょっと紹介しておきたいんですけど、参考書については理科は、科学はDo シリーズの科学がおすすめです。あと有機化合物の構造決定のなんちゃらかんちゃらっていうのも、おすすめなのでやってみてください。で、物理は漆原さんの参考書がおすすめです。で、数学に関してはちょっとこれお高いんですけれども、坂田明さんの参考書をおすすめしておきます。で、これは苦手探検一つまず買ってみてください。で、買ってみて自分これいけるな、合うなっていう風に思えば、あれね、頑張ればね、2日で終わるんですよ、あの参考書って。で、終わるなっていう風に思えば、もう全部買っちゃってください。で、時間っていう風なのはね、お金で買った方がいいです。お金で時間を買ってください。なので参考書にはもう大金をつぎ込んでください。で、その代わりなんだ、予備校の映像授業をちょっと取るのを減らすとかね、大学に入ってからの家賃をちょっと下げるとかね、そうすることで、その今使ってる、今法外な価格をね費やしてる参考書の値段とかっていうのは気にならなくなります。っていうのも、大学の近くのそのアパートもね、その家賃が例えば8万のところもあれば6万のところもあるんですよ。6万のところもあれば4万のところもあるんですよ。まあ地域によりますけれども。なので今費やしたお金はそのうち返ってくるので、要するに大学入ってから契約すればどうにかなるので、なので今参考書はもうバンバン買ってください。で、 YouTube の動画も2倍速でガーッと見てください。ということで終わりましょう。